優勝戦4号艇の大池裕希選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします準優勝戦は2コースからコンマ13のスタート2着での輸出ということになりましたこの準優勝戦振り返っていかがでしたかうまくさせましたはい。前半のレースは5着だったんですが調整面ではどうだったんですかそうですねやっぱり内寄りが強いんで今節は特にはい。まあコースで 内だと取れたり外だと取れなかったりっていう感じですはい。今節は新エンジンでのスタートで途中3連勝もありましたがやはりこれは内コースの時に1着を取って来れてましたもんねそうですね5コースなりですね、はい、はい。そのあたりしっかり予選でのポイントというのが準優勝戦でも生かされたかと思いますが足の方としてはどうですかどんな印象を持ってますか至って普通ですはいろいろ調整はしてみるけれどなかなか普通の勢い出ない。はい回転が 上がったり下がったりするだけで、はい、足はそんなに変わらないです。優勝戦枠は4枠なんですが、どの方向性で行ってみますか。やっぱりちょっと抑え気味での方がいいんで、はい、そっちで行きます。はい、枠は4枠ですけれども、これはコース的にはどうでしょうか。まあ4コース近辺で行きます。はい、では外枠の人がピットバネで使用にしてきても持つように。うん、そうですね。はい、コースは取りたいですね。はい。 昨年は4回の優勝がありまして SG メモリアルも出場を果たされました今年は連続輸出でのスタートですからいい幕開けですねはいいい流れなんでこのまま行きたいですはい小島は初輸出ということになりました前回の優勝は昨年8月の江戸川です優勝戦向けての一言お願いしますはい初めて小島で優勝戦に乗れたんで次は優勝できるように頑張ります